群菜ビッグミートということで群菜にやってきております。日本で唯一の個体になります。一番のこだわりのポイントはどこですか？車の話、出張坂戸店のコーナーです。どん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 。あれ、久保さんじゃないですか？おはようございます。おはようございます。86BRZ おめでとうございます。そんな。援護しちゃって。久保さん、ここは、はい、かの有名な書いてありますね。群菜に。はい。やってきましたけれども、ということでですね、今日は荒井弘樹さんが主催する群菜ビッグミートということで群菜にやってきております。今日はですね、たくさんの出店ブースもありますし、今日200台以上集まっていて200台いってるのも200台いってるらしいです。あ、ちょっと前に聞いたら130台ぐらいしてたけど、さらに、はい、増えました。すごいね、すごい力だわ彼本当に。はい、ということでですね、今日はそんなイベントの模様をお届けしていきたいと思います。久保さん、すごいですよこれ。今、ね、パッと見ただけで僕も気になる車いっぱいありました。ちょっとエグかったね。こだわりポイントを説明していただければと思うんですけれども、はいはい、ですね、これロータスエスプリーって言います。これ1994年式のエスプリーなんですけれども、これ実は日本で唯一の個体になります。この車は日本に正規輸入された車が94年式実は7台しかありません。そのうちの右ハンドルってこれしかないんですよ。すげえ。なんで超レアものだと思われます。俺この前知ったんだけど、山でと同い年だったんで。そうなんですよ。なんかその先輩感やめてくんないかなと思って。え、なんかすごい俺をなんかこの先輩じゃないですか久保さんみたいな感じにするやん。いや、やっぱ先輩ですよ、ね、やめてよ。いやいや、同い年なんだったら同い年らしく。あとどうぞ、ぜひちょっとお話を。ありがとうございます、はい、このお車はアコード、これユーロ R ではもしかしてないです。これベースは CF4 の、でみんな SIRT ですかって言うんですけど、はい、それでもなくて VTS っていうシングルカム、はい、VTEC がないアコードです。ちなみにこの車は、はい、JTCC レプリカみたいな感じで、はい、JTCC のレプリカでやってます。もともとそれが好きでこの仕様にされてる。そうですね、アコードってやっぱこれのイメージがやっぱあったので、うん、やってみたいなと思って、これ全部 DIY でラッピングして作りました。一番のこだわりのポイントはどこですか？やっぱりウィングとマフラーですかね。ウィングとマフラー。山田さん、ちょっとこれ P 入れてね。ほら出とるわ。このマフラーは確かにこだわってますね。これも自作です。はい、久保さん何みたいなマフラーでしたっけ？ちなみにこの編集が大変だ、ね、このセンターマフラーの糸っていうの。本家もセンター出しなので、やっぱそれに合わせて作ってみました。これワンオフ。これもワンオフです。いやいいっすね。俺の NB ロードスターセンター出しにしたいから頼んでいい？汚い溶接でもいいければ全然。じゃあ自分で練習しながらやるわ。はい、というわけでありがとうございました。気になってんのがいたんだよな。あ、もしかしてあれですか？あれわからないから説明してください。何ですかこれは？これプジョーの106、はいはい、マキシーっていうワイドボディキットつけた車両です。キットカーなんですけど、キットカーで実際につけられてたホワイトボディで、はい、WRC にも確か1回だけ。あ、そうなんだ。出たみたいです。いやでも僕もう一個気になるとこあったんですよ。あれあんなのとよく見るじゃん、あんなのあれよくは見ない。よくは見ない。そうだ、あれは何ですか？あれはこの車エアコンが効かないんで。なるほど。あのクーラーボックスにファンつけて、お配管出してなんかスポットクーラーみたいに。なるほどね。中にちょっと前のレーシングカーで。ああ、なるほどね、なるほどね。中に保冷剤入れたら涼しいの出るね。ちょっとは涼しいとかね。ああ、確かに。内容いいかもしれない。確かにね。まあちょっと俺今度やろう。あ、すごい。嘘でしょ。すごい。移設してやります。え、じゃあガソリンスタンド行ってガソリン入れるよっつったら、おもむろにトランク開けて、開けて入れようとしたら、あ、ちょっと待ってください。そうだよね。もう一回初めて行くとこは絶対。そうだよね、そうだよね。なんだっけ、単体に入れちゃダメとかあるもんね。そうです、そうです。いや違うんですって。行きつけのとこだと、はい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 ってなるけど。へえ、これはスルーしようぜ。なんか見たことある車ですね。これレプリカですね。レプリカじゃないよこれ。いや違う、左だ。そうだよ、本物を買ったのこの人で。コンビニかなんか行ったら
目撃情報が来て新井さんに連絡が行って、毎年お前どこどこのコンビニおるんかみたいな、ラリー車で移動して大変だなって言われて、俺がそんなの乗るわけないでしょっていう話が多発してるらしい。へえ、まあ、本物だからね、逆に言えば本物ですからね。 それはね、これはちゃんと本物だから、はい、乗ってると思いますよね。そうちょっと待って、視聴可能ですって気になりません、これ。あ、ちょっと待ってこれ前乗ったよね。パワーアップしました。2年分パワーアップ。これすごいよ。すごい。知らないでしょ。聞いたことはないです。あの車自体はあのもちろん知ってます。オーナーさんもご存知です。聞いたことないの。ない。聞いてきてみ。見てください、こちら音響車。すごいですね、この大きなウーファー。さあ、あの運転席に座っていいということなので行ってみたいと思います。後ろ閉めます。ちょっと閉めて聞いてみたいと思います。すごくない、それさ、目の前で歌われない、わかる、あの目を閉じた時に、あ、すごくない、あのこのライブ会場にいるこの感じがすごくない、すごくわかりますね、これ、はい、前ね乗せてもらって感動したの、はい、いや、これはすごいですね。え、なんかここずっと痛くなっちゃいましょう。そう、ちなみにこちらおいくらぐらいかかってますか。ちょっと秘密ですね。いや、すごいですね。音響ここまでこだわってる車乗ったら僕初めてですけど、感動しました。アウトバックだから。はい、というわけで、はい、見ましたね。かなりの台数、濃密な時間でしたね。はい、はい、すごかった。あの、はい、生まれる前の車から、我々が生まれる前の車から、はい、最近の車まで、はい、たくさん見ましたけど、なんか昔は昔やっぱりいいなと思うものがあるし、ね、いいですね、今の車でいいなと思うものがあるし、なんかそれぞれオーナーさんの愛がたくさん詰まってる、こだわりがすごかったですね、あったので、ちょっとね、はい、詳しくお話聞けなかった車もたくさんありましたけど、はい、見た目だけでも、ね、あのすごく僕ら楽しめました、はい、まあ、見た目もね、あのこだわられてる方多かったんですけど、うん、今回はあの、まあ、音響の車に今回初めて、さっき、ね、乗ったんですけど、いや、あの車の感動がすごくて、僕のナンバーワンはあの車です。あ、はい、いいでしょ、あれ良かったですよ。パワーアップしてるというか、後で俺も乗ってみたいと思います、はい、はい、というわけで久保さん、はい、間もなく師匠がご到着されるということなので、はい、我々もまた準備をしていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。